3級機械学習特論のご紹介をしたいと思います私は創造技術コースの林久志と申します担当予定の講義は3つありますすべて AI 関連の講義になります本講義は機械学習特論です最新のアルファ号を題材とした深層強化学習についてお話しします第4クォーターの AI デザイン特論では マルチエージェントシミュレーションによる社会システムのデザインそして進化計算軍知能による最適化についてお話をします第1クォーターのインテリジェントシステム特論では人工知能の基礎および第2次 AI ブームで流行った知能エージェントの記号推論についてお話ししたいと思います機械学習特論の目指すところです 本講義ではアルファゼロを題材に最新の深層強化学習を学ぶ。ことができます。これにより、深層学習強化学習モンテカルロ機探索を理解することができます。本講義では強化学習やニューラルネットワークの基礎から学び始め。最先端の深層強化学習まで学ぶことができます。ここでアルファ五の歴史についてご紹介したいと思います。 アルファゴーはイギリスのディープマインド社が開発した囲、e、碁プログラムになります。ディープマインド社は現在は Google のグループの一つの会社になっています。アルファゴーファンは2015年10月にヨーロッパチャンピオンに5勝0敗で勝っております。アルファゴーリーは2016年3月に韓国の魔王 と呼ばれる世界トップ棋士に4勝1敗で勝っております。そして、アルファーグマスターは2017年5月に世界チャンピオンに3勝0敗で勝っております。ここまでのアルファ号は全て。トップ棋士の寄付データを学習することによって、トップ棋士の打ち方を学んできました。ところが、このアルファ号0。ではそのような寄付データを全く使わずに。 赤ちゃんの状態から自己対戦を繰り返すことによって21日間の学習で α5 マスターと肩を並べるような成績を収めることができるようになりました。これは2017年10月に Nature に掲載されております。そして α50 は汎用的なプログラムであることが示されています。この5を取ったアルファ0では え、だけではなく、チェス将棋などのゲームにも応用できるということが示されています。すなわちアルファ50で使われていたアルゴリズムは5だけじゃなくて、他のプログラムにも応用のきく汎用的なアルゴリズムということができます。なぜアルファ号を学ぶのでしょうか？アルファ号を学ぶことにより、深層学習強化学習。 探索を一通り学ぶことができますそして第3次 AI ブームの最先端 AI 技術を学ぶことができますこの技術はゲームだけでなく自動運転、ロボット制御などに役に立ちます大変注目されている分野で日々参考書が出版されていますぜひ勉強しておきましょうこの分野を完全にマスターし 渡米すればもしかしたら高収入が得られるかもしれませんアメリカではこのような技術者は数千万円の年収が得られるとも言われていますさてこの講義で具体的にどのようなことが学べるのでしょうか例えば深層学習の CNN という技術ではこのような画像データを入力として、えー この中間のニューラルネットワークを得て最終的には出力としてカーですとかトラックですとかワンですとかこのようなあの名前つまり認識したものの名前を出力することができます次に DQN についてご紹介したいと思います DQN は深層強化学習のアルゴリズムになります 入力はこのようなゲームの画面を入力とします。出力はこのようなゲームのコマンド。ここで言うと右に行くか左に行くかというようなコマンドを出力します。これにより人間のトッププレイヤーと同じレベルの実力を出すことができます。最後にアルファ号です。アルファ号では 深層強化学習により探索方向をガイドしていきますゲーム機の探索空間はこんなようになっています。ここで右に行ったらいいのか左に行ったらいいのかっていうのをガイドするのに深層強化学習を使っていますこれにより膨大な探索空間を効率よく探索することができ世界のトッププレイヤーに囲碁で勝つことができるようになったわけです。 最後にアルファ号の関連コラムです。このコラムは2017年12月に私が書いたものです。ご興味があればぜひご覧ください。以上になります。